質問どうです、今ですね、ちょっと急遽会議が、オンライン会議が、オンライン会議、インスタライブっていうのをちょっと初めてやったんですけれども、まあ、ちょっと数名見ていらっしゃったんで知ってる方もいるかもしれませんが、ちょっと概要を説明しましょう。急遽決まりました。現在ですね、まあ、僕は今埼玉県にいるんですけれども、九州のですね、佐賀県の方にうちの遠征チームが行ってます。もう無事着いたってことで数日前に着いたんですけれども、ちょっと今九州でちょっとやる仕事があるんで、3日ぐらいちょっと滞在してます。で、まあ、全国の職人さんに感謝をしたいっていう、ちょっと、ことで向かったんですけれども、そこでぜひ、まあですね、僕の YouTube を通して、九州地方、佐賀県の方、多くいらっしゃるので、これでですね、もしよかったら今、佐賀県付近のお客様、今ですね、佐賀市にいるんですけれども、うちの、その遠征チームがぜひ会いたいと、全国の職人様に感謝したい、感謝の旅だって言って、今、抽選会やります。抽選会、ちょっと今、その模様をどうぞ。社長、3台フルセットでいいんじゃないですか。廃校機ユーザーさんじゃない方も、廃校機インパクトを使うことができるんで。選んでもらって。そうです。選んでもらって。はい。だから、3級ツアー、感謝の旅、完璧で、これ、このチラシ配ってんの。OK。あったよ、これ配ってるあとお客様に。はい。なるほど。ここに、応募のあれがあるんですよ。キーワードが入ってるんですよ。はい。ちなみに今3人ぐらいしか買ってないから、当然確実です。3と6で合計9人だから3級ね。そういうことですよ。OK、失礼します。3、6、9じゃないですか。で、6。で、あと9は、シリーズとオリジナル T シャツ。ああ、ってことは合計18人？はい。OK。はい、美しい数字です。369、美しい数字でございます。そんな感じでお願いします。宣伝お願いします、マス君。はい、わかりましたでしょうか。はい、秀久のオリジナルインパクトフルセットですね。これが、3名、キーワード入れてください。で、秀久オリジナルインパクトの本体のみが6名。で、9人が T シャツか。T シャツ9名ってことで。T シャツ。はい。3級の旅になってますから。そうですね、LINE アットで応募するんですけれども、そのキーワードは、そのチラシを持ってないと応募できない。はい。今、チラシ、これ、はい。これ、チラシ配らせてください。OK。あ、チラシ OK。はい。配ってほしいです。配りに行きたいんです。そうですね。だから、ぜひ今、この、佐賀県、もしくは九州地方でこのチラシを受け取って、キーワードを LINE アットで打ち込むと、抽選参加 OK なんで、それでもう、ほぼ当選確実ですよね。この動画の呼びかけ次第で、人が集まるかどうかですけれども、はいはい、ほぼ当選ですね。当選です。はい。さっき応募してくれた人も当選です。来週合流しましょう。来週合流ですね。はい。どうも、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、というわけでですね、ただこう。バーッとこうね、面白おかしく話してるだけだったんですけれども、うちの社長の方からですね、この旅で会えたお客様に感謝したいってことで、何やら抽選会をするってことですので、ぜひともですね、今この YouTube の下、説明欄のところにですね、LINE アット、お友達登録はこちら、みたいなところがあるんで、そこでぜひ、一回 LINE の登録をしてください。そこで、今俺は佐賀のここにいるんだけどさ、とかっていう感じで、話しかけていただければ、うちのですね、今その行ってる遠征チームの方が、時間が取れればですね、ぜひ、現地でお会いしましょうということでしたので、よろしくお願いいたします。佐賀県の方ですね、ぜひ声かけてください。お願いします。はい。それでじゃあ佐賀県の方、会えたらですね、素敵なこんな、さっきチラッと見えてたんですけど、その紙、チラシ、その抽選に参加するための紙をもらえるんですけども、ここにキーワードが書いてあります。これを LINE アットで入れていただくと、今合計、369で、18名合計に、プレゼントがあると、豪華プレゼントでしたね。はい。っていうのもありますんで、ぜひともですね、うちのスーパーうんこカーを見つけていただいて、チラシくれーとかって声かけてくれれば、チラシもらえると思いますんで、ぜひとも、今、
佐賀県行ってますからよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はですね、こんな突然の告知だったんですけれども、つけありがとうございました。はい、ぜひとも佐賀県の方 LINE アット登録して話しかけてください。3日ぐらいいますからね、ぜひともうちのチームとお会いしてください。はい、以上ひでさんの動画でした。おつけありがとうございました。